ようございます。6時半ぐらいに起きます。はい、朝ごはんがあるんで。ということで、今からちょっと花巻市街の方をね、ちょっと散策していきたいなと思います。ちょっと宮沢賢治ら辺のところを、まあ、午前中は回っていきたいなと思います。めっちゃ寒い。どうしよう、まだ凍ってるんだけど。たーとほむら、人っ子一人いないんですけど、こんな感じで。確かに村自体は結構無料で自由に入れる臭いんだけど、なんかあそこにあるこれの館みたいな建物に確かお金がかかる感じが。おー、涼しくて気持ちいい。めっちゃ寒いけど、昨日が寒すぎだから今日は結構快適かも。晴れてるし凍ってますね。めっちゃ寒いです。宮沢賢治作品で好きなのはやっぱダントツで私注文の料理店かな。こんな感じ、結構独特の建物って感じがある。すごーい、すごい、これはすごい。ここ一番来たかった。いや、ちょっと怖いけど。上もめっちゃ綺麗。ここ、すごい体感って感じがするな。本当に宮沢賢治の世界で大地の部屋らしい。うわー、すごい、かわいい。え、カマキリでかい。これ怖がる子もいるだろうな。すごい、期待してた100倍以上に楽しい青い世界。中の一つ一つがすごいって。あ、これ鳥かと思ったら木と枝だ。すごい、銀河鉄道って感じだ。すごい、めちゃくちゃ鳴き声が聞こえる。ここはお土産屋さん。いや、よかった。よかった、よかった。めっちゃ面白かったです。宮沢賢治、私は注文の多い料理店とか、風の又三郎とか、有名どころしか知らなかったけど、いや、なんかね、こういう世界観で作られてるんだみたいな、宮沢賢治のなんか作品を、より追体験できる、めちゃくちゃいいスポットでした。それ見せられないんだけど、注文の多い料理店のポーチ、買っちゃった。可愛かったから。いやー、楽しかった。いや、待って、なんかね、想像以上にね、充実してね、クソ楽しかったですよ、ここ。すごい楽しいから、岩手に来た時はみんな行くべきだと思います。賢治の学校もすごいなんかテーマパーク感があって、すごい楽しかったし、賢治の教室のところも、なんかすごい面白かった。あ、こういうなんか世界観の中で賢治は作品を書いてたんだとかさ、そういう感じで、めちゃくちゃ面白かったです。楽しいぞ、岩手。めっちゃ楽しい。これは月夜の電信柱だね。なんかジオゲスタでどっかで出てきそうだなってちょっと思っちゃう。たださ、一人だとさ、写真とかが誰も撮ってくれる人いないからさ、自分の写真全くないんだよね。いろんなところで記念写真撮りたいんですけど、全く撮れない。人もいないし。いや、でも、超楽しい。満足。満足満足です。じゃあね、そろそろお昼時なので、ちょっと次もまた堅実ながりで、ちょっとお昼行きたいところなので、そこに行こうと思います。しゃ。ツイッター、かわいい。注文の多い料理店、山猫県。かわいい。どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません。何食べようかな。いただきます。こう刺して。切れない。OK。
美味しいなんだ。美味しい。お茶水筒も全部食べてめっちゃ腹いっぱい。はい、ということで山猫県めっちゃ美味しかったです。いやね、本当はね、隣にある宮沢賢治記念館にも行きたかったんですけど、今日今から行くとこがちょっと遠いのと、まあちょっと明るい時間帯に行きたいなということで、まあ最後のところに行きたいと思います。ということで着きました、平泉元井中尊寺。中尊寺にねちょっと来たくて来たんですけど、いやなんか思ったより周り、そっか平泉だと思って、世界遺産のめちゃくちゃなんか周りお土産屋さんとかちょっとあって結構楽しそうです。でもね、外雪降ってる、クソ寒そう、やだな。行きます。めっちゃ寒い、めっちゃ坂やばいわ。いや舐めてたのに、待て、もっとあったかい格好で来ればよかった。御朱印をもらうところまで来ました。御朱印帳今年から買ったので使おうと思ってる。御朱印やってなくて泣きました。めっちゃ寒い、ダメよ。他にもいろいろちょっと入ってるんですけど、地蔵堂の御朱印をゲットしました。やった。入れないみたいだけど、こっちは薬師堂。見て雪景色、めっちゃ寒い。200m 地蔵堂、ここの御朱印もゲット。来れた、金色堂。中はね撮影禁止なんでできないんですけど、ちょっと楽しんでこようかな。いや、結構歩いた。マジで歩いた。宝物館めっちゃ良かったな。金色堂。こっちも中撮影できないけど。金色堂ね、めっちゃすごかった。なんかね、金なの分かったんですけど、なんか想像以上に金で、後ろの夜光貝使った装飾かな。この柱の装飾もすごいし、なんか何から何までとにかく金ピカで、めっちゃすごかった。でなんか修復とか、そういう保存の仕方も大切にされてるからあんな綺麗なんだろうな。いや、めっちゃすごかった。いや、めっちゃすごかった。めっちゃすごかった。ただ、いろいろ、とっても良かった。とっても楽しかった。本当はもうちょっと奥もあるんだけど、ちょっとね、ゲロ疲れちゃったので、カフェ的なとこ入ろうかなって、思います。いやー、良かった。金色堂、本当に良かった。御朱印もね、初めての御朱印を金色堂でもらえたので、御朱印帳初めの1ページが金色堂になったので、それもとてもハッピー。いいね、国宝から始まる御朱印帳、めっちゃ良くない？はい。なんかね、ちょっと食べて帰ろうかなと思います。もうこれ以上予定はなくてね、もうあと、もうレンタカー返して、山形に帰ろうかなって感じです。積んだ餅と中年餅。いただきます。お土産を家族の何にしようか迷ったんですけど、お菓子とかは表もしきれないから、いや、森岡冷麺どうかなと思って、私食べてないし、今回森岡冷麺にしました。まあ無難やろ。いや、めっちゃ楽しかったな岩手。なんかもう今日結構ね、運転は大変だったけど、行けるところは全部行ったんじゃないでしょうか。いや、めっちゃ楽しかった。というわけで、今からもうレンタカー返して山形に帰りたいと思います。頑張って帰ろう、寒い。北上から帰ります。ありがとう岩手。